チェロソナタ第2番へ、長々作品99は、ヨハネス・ブラームスが作曲した2番目のチェロソナタ。前作第1番から約21年を経過しており、この時すでに第1番から第4番までの公共曲も書き終えていた。第2番は、創作後期のごくはめの1886年に書かれた。ブラームスは、夏の間を、 秘書地で過ごし、そこで創作に打ち込むことを習慣としていたが、1886年から1888年までの夏は友人であり、詩人のビトマンに勧められて、スイスの秘書地トゥーンコハンで過ごした。トゥーン滞在中は、ビトマンの邸宅で、バイオリンソナタ第2番やピアノ30奏曲第3番などが作曲されている。 チェロソナタ第2番もそうした状況の中で作曲した。おそらくビトマン自身もチェロを巧みに演奏できる人だったことから作曲の動機になったようである。第1番より明るく男性的かつ情熱的で規模の大きい作品となっている。また、いささか霊言な印象を与える第1番と同様にピアノには重要な役割が与えられ。 技巧的にも高度なものが求められている。全4楽章の構成で演奏時間は約30分。ヘチョウチョウ、4分の3拍子、そなた形式。エ、えーエチョウチョウ、4分の2拍子、3部形式。ヘタンチョウ、8分の6拍子、3部形式。スケルツォ風の楽章。ヘチョウチョウ、2分の2拍子、ロンド形式。ありがとうございます。